カイドミさん特集です。それで今回ですね、ちょっとね、いつもと違う画面なんですけど、最近ね、チャプター2リミックス、カクカクしちゃうバグみたいな、まあ、約1秒間ぐらいカクってする人がね、僕以外にも結構な方がね、起きてるみたいなんで、というわけで今回は、このカクカクするバグをね、直す方法がね、あるらしいんで、今回ですね、ちょっとそれをね、ちょっと試していこうかなと思います。それでは本編いってみましょう。はい、どうも。こちらをちょっとね、参考にするんですけど、どうやら NVIDIA のバージョンをね、ちょっと最新のものにするらしいんで、ドライバーのところの、これですね。これを、これにするゲームレディドライバーってやつにすると。で、僕ちょっとさっきね、ちょっとやってしまったんですけど、まぁ、こんな感じでね、このゲームレディドライバーってやつにするみたい。ここにも書いてある通り、最高のゲーム体験を提供しますって書かれてて、これは結構いい感じかもね。どうやら、このドライバーを入れると、カクカクするっていうのがね、改善されるみたいなので、さらにまだあります。次はエピックゲームズランチャーを開いてもらって、で、この左のライブラリーってところを押して、このフォートナイトの3つの点々のやつ、これクリックして、オプションですね。どうやら海外情報だと、この配信アセットをプレイダウンロードする。これにどうやらチェックをね、入れるみたい。ダイアテックス12シェーダーとか、高解像テクスチャー、フォートナイトスクエも、これはね、逆にチェックを外すっていう感じですね。チェックをこう入れたら適用と。で、その後に、また点々を押してもらって、どうやら、この管理ってところ、これを押してもらって、ファイル確認のところ、これを押すみたい。おー、すげえ。ここまでやったら、エピックゲームランチャーをね、閉じて、で、次はね、この検索ボックスから、NVIDIA コントロールパネルを検索して開く。で、この 3D 設定の管理のグローバル設定、これをレンダリングの GPU を自分のグラボにするみたい。なので、僕はこれでしたね。で、さらに下の方行ってもらって、低遅延モード、これがなんと、ウルトラになってないといけないみたい。なので、これをウルトラにしますか。で、電源管理モードをパフォーマンスモードにすると。これでね、カク付きが治るみたいだね、どうやら。で、プログラム設定行ってもらって、フォートナイトを選択するみたい、ここで。下の方の低遅延モードをウルトラ。で、電源管理モードをパフォーマンス最大化。で、次はね、左側の項目のデスクトップのサイズと位置の調整。クリックして、下の方のこのスケーリングを実行するデバイス。これを GPU にするみたい。これでどうやらフォートナイトを開くと、カク付きがね、治るみたいなんで。早速やっていく!さて、カク付きはね、どうやら僕前までは待機島でね、カク付いてたんですけど、あれ?カク付いてない?これもしかして治った?治った説濃厚かもしれん、もしかして。あれ?これちょっと待って、怪しいかも?うわ、カク付いてるわ。やばいやばいやばい。いや、マジ?カク付いてんだけど、ちょっと待って。でもなんかみんなね、なんか同じ時期に一斉にカク付いたってね。そういう報告があるんで。これはどうなんだろうね。そういうなんかバグなのかな、そういう。いやー、カクついてる今もちょっと。なんか定期的にね、カクつくんだよね。やばい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 。終わったー。あー、無理だ。うわ、マジか。はい、っていう感じでね。まあでもね、この方法をするだけで、どうやら軽くなるっていうのもね、あったんで、はい、FPS ドロップとかもね、どうやら軽減するみたいなんで、まあ、多分今回のこのカク付きは、FPS ドロップっていうよりね、バグに近いやつなんで、今回紹介したこの設定をすることによって、軽くなるっていうね、そういう設定もあるんで、よかったら皆さんもね、この設定、よかったら試してみてください、という感じで。ということで、まあ、リロードランクをね、ちょっとやっていきますか。さあ、果たしてカクついてんのか、これは。カク付きなくなってほしいけど、だいぶね、ちょっと遅れてしまったけど、初動。え?やばいやばい。やばいやばい。おわっつ。めちゃめちゃロー。危な。痛い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 。おお。うおほ、パンティング気持ちよすぎる。よっしゃ、この調子で。おえー、よすぎる。やばい。 What? 豚?
あー、ワンパンされちゃった。あ、でも意外と、うわー、終わったわ。今皆さん終了です。あ、まずいなー。おーい、なんで勝った。でも今のところカクカクしないから、やっぱりさっきのドライバーの更新とかいろいろ設定とかやったけど、あれ結構良かったかな、もしかして、まあ、もしこれである程度治った方はね、ちょっとコメントで教えてください。なんか僕はまだ1回しかまだ起きてないけど、今この試合で、おお、めっちゃロー、またHP がやばいです。あぶねー、さっきのやつや。あぶねー、サブマしか勝たんかもしれん、リロードランク。おお、よっしゃい、残り6人だ。でも今のところカクカクはない。めっちゃろー、あ、落下した。これ取れてー、よし、また一回回復しよう。まずいまずいまずい、剣勢ゼロやばい。終わったー、完全に終わりました。金財ゼロやばい、さすがに。いや待って、どっかにジャンキあるか、ワンチャンある、ワンチャン。やばいやばい、やばすぎる。なんか残り一人じゃんこれ。健在ゼロはやばい、健在ゼロはすごいやばい。またよっしゃなんで勝った最後。はい、というわけで今回ですね、海外でカクカクする現象を直す方法をね、実際に試していきましたと、いうことで、まあ、結果的にバトロワの方はね、変わらなかったんですけど、リロードランクの方はね、まあ、まだ1、2回ぐらいしかね、起きてないんで、まあ、これは多分結構モードによってね、変わるんじゃないかなと思います。あと軽くもなったね。ということで、この動画が少しでもよかったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。